でも検察は仕事の性質がすごく特化してるんだから、人事規則どう書いていようと、今言ったようなもっと検察に特化しためったにこれは適用できないよな、説得力あるよなって基準を作るつもりはないってことですか、今の答弁は。本当にそこを厳格な基準を作ろうというつもりあるんですか、森大臣。森法務大臣。後藤委員、ご存知であると思いますけれども、一般の国家公務員法によっては、現行の、規則のうち2号と3号が入って、おりますが、検察庁法はそのうち3号のみにして、おりますので、一般の国家公務員よりも枠をさらに狭くしてございます。そしてその枠を狭くしたものについて、人事規則が、第三者機関である人事規則が定めた準則に従って、より具体的に定めてまいりたいと思いますし、その手続きも閣議了解等の適切な手続きを取ってまいりたいと思います。より具体的な要件を定めるべく、しっかり検討してまいります。後藤祐一君。具体的なって今おっしゃったのは、皆さんお手元2ページ目に書いてある第3号というのの大型研究プロジェクトチームと、各法務省局長の国会対応、各種審議会対応、外部との接触、外交交渉など行う場合、なんですか、これ、何の役目立たないじゃないですか。具体的な基準って、どんなイメージですか、ちょっと喋ってください。森法務大臣。もう一度ご説明させていただきますと、現行法の人事規則11の8の第7条3号の要件に該当する場合が、規則に入っていたものが、今は法律の方に挙げられておりますけれども、さらにその上で、その法律に定めたものを、さらに新たな規則で明確化していくということでございますが、人事規則が新たに定まるのを待って、それに準ずる形でしっかりと作ってまいります。それがどういうイメージなのか説明してくださいって言ってるんですよ。人事規則は抽象的なものにしかならないんだから、検察に適用される具体的なイメージを答弁ください。森法務大臣。今説明した通りでございますが、新たな人事規則に準ずるわけでございますので、新たな人事規則ができてない段階で、説明することが大変困難なんでございますが、適切により具体的な要件を定めるべく検討を進めてまいります。後藤祐一君。後藤祐一君。はい、じゃあそうすると、この委員会では具体的なイメージは答弁できないってことですね。責任だよ。誰も黒川さんになれるじゃない。森法務大臣。はい、具体的な基準については、今回、規則から法律に挙げられたものに沿って、新たな人事の規則が定められるものを待って、それに準ずる形のものを作ってまいります。後藤祐一君。答弁できない。後藤祐一君、質問してください。質問してください。質問。後藤さん、森大臣にこういうふうに答えてくれっていうのをもっと明確にちょっと、はい、人事規則ができないと具体的なイメージが作れないということは、人事規則なんてこの法律成立しなきゃ規則そのものはできないんでしょうから、でも大体のイメージはもうあるんですよ。ですからそれをもとにこんなイメージのものを考えてるっていうものはこの法案審議上では出せないということですね。ちょ、今は出せない。どうぞ森大臣。はい、人事院において定められる規則に準じて、しっかりと定めてまいりますが、先ほども申し上げました通り、現行国家法務委員法上の勤務延長が認められる事由については、人事院において通知上の例としてですが、
定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、そのものの退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合などを念頭に置きつつ、業務の性質上その職員の退職により担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときなどと定められておりますので、検察庁法における内閣の定める事由を定めるにあたっては、このような内容も参考にしつつ、人事規則に、新たな人事規則に準じてまいります。後藤祐一君。後藤祐一君。委員長が聞きやすい質問って言って、それ質問したもん。そう答えてないですよ。後藤祐一君。もう一度。後藤祐一君。何度も質問してますよ。後藤祐一君。何のために国会で審議するって何ですか。こんな答弁だったら何のために国会審議するんですか。ちょっと静かにしてください。整理します。質問者の質問趣旨に法務大臣は答えたつもりでいらっしゃると思うんです。ところが後藤祐一君は答えてないとこうおっしゃる。だからどこが答えになってないのかどうなのか、もう一回だけ。後藤祐一君、時間をもう経過しておりますので、もう一度、はい、人事規則ができるまではこの委員会で具体的な基準のイメージは示せないということでよろしいですか。はい、森大臣。その通りですって言えばいいの。森法務大臣、静粛に願います。森大臣、もう一度。森法務大臣、はい、先ほどもご説明した通りでございますが、人事規則をなるべく早く作っていただけるようにご要請をした上で、しっかりその内容に準じて作ってまいりますし、またその手続きも閣議了解を取るなどの適切なプロセスを取っていきたいと思います。はい、答えてないです。説明するかしないか答えてないですよ。後藤祐一君、もう持ち時間を経過しておりますので、後藤祐一君の質問時間は終わりました。終わりました。答えてないですよ。終わりました。次の質問者に発言席を空けてください。答えてらっしゃらないじゃないですか。空けてください。いやいや、申し訳ありませんが、時間がもう経過をしております。ぜひですね、次の機会にまた質問を、次のね、そういうことを含めて。じゃあ、次の機会までに準備をして、人事規則ができる前に、具体的なイメージを示していただくよう。そうしないと国会で法案審議する意味って何ですか。真摯な姿勢って何ですか。質問時間が終わっております。何のために森大臣ここに来たんですか。今の答弁のどこが真摯な姿勢なんですか。後藤君、質問時間もう過ぎておりますので発言席をご退出ください。審議を続けることを強く要求して終わります。